40年前に吉原から五郎ヶ岳のふもとから立岳山のふもとへ移ったものですが、大変静かないいところなんですね。でコロナじゃなかった火力発電所が止まってね、本当に良かったなとみんなが言っています。で私もその通り思うんですけど、先ほど誰かが世界のことを発信したから止まったいうこともおっしゃってましたけど、支所地域ではね、止まってよかったなって、本当に嬉しいなって、これが挨拶言葉です。全然知らん人やったのに仲良しになったし、そういう連帯感が広がっていますしね。こういう話がありました。世界の北になったなっておばちゃんがこれがねすごいことやな、あそれが日立を止めたんやなというふうに思います。それともう一点、別の話ですけど、市長さん総務省から5年ほど前に表彰を受けてますね。で今回のこのような市民いじめの姿勢が総務省が表彰しているんだとしたら本当に問題なと思うんですけれども、総務省からどんな表彰を受けたのかを知ってる人があったら教えてほしいんですけど、以上です。事前にちょっとメールで2件ほどちょっと ご意見をいただいているところがあるのでちょっと読み上げさせていただきます。一つ目は、市長に伝えたいことということで、お名前はちょっとないんかな。子どもたちに対する施策いつもありがとうございます。医療費や療育施設への投資も感じています。水道料金の値上げやゴミ捨ての料金徴収と徴税しなければ回らないことも多いかと思います。ただそこから増やすのはどうかと思うのですが、税金を増やしたいならまず人口を増やす施策をと思う行うべきかと。見習うべきは兵庫県明石市と千葉県流山市、この2つは子どもへの手当を手厚くし、納税している共働き両親を地域に定住させ、自然と人口も納税も増えた都市です。企業を格安で誘致すればそこに付随する従業員の納税も増えます。人口も頭の固い年配の方だけで話し合わないでください。若い人を多く取り入れ失敗してもいいと思います。ご一行お願いしますというご意見が一つ、もう一つは、舞鶴市内の頃は漁業の方です。絶滅の危機に直面している舞鶴湾のアサリの再生、豊かな海を代表するアサリが住居を追われて舞鶴湾から姿を消そうとしています。昭和30年代の海は豊かな漁業環境に恵まれ、潮が引くとどこの海岸に行っても自由に潮干狩りを楽しめる時代もありましたが、その後経済発展とともに木材の需要が高まり急ピッチで港湾開発が進められ多くの漁場が消失してしまいました。またその後も水質の悪化や地球温暖化の影響を受けて水揚げ量が減少し、最盛期には年間300トンあった漁獲量が今日では1トン以下に落ち込み、40名以上いた生産者も数名に減少してしまいました。中でも平成10年舞鶴湾において海の雪崩現象が発生し漁獲量が急激に落ち込みました。その後20年経過した今日まで低迷が続いているにもかかわらず際立った対応がされてないまま看過されてきたことに対して疑問に思っています。一方全国的に漁獲量が減少している中で各地においては関係機関が連携した取り組みを推進し成果を上げていることが報告されています。特に舞鶴湾は典型的な閉鎖性水域で他の漁場に比べて立地条件が大きく異なるために対策に苦慮するところでありますが、独自調査や実験では再生が可能である結果を得ております。これまで調査資料や実証実験の結果についてはその都度関係機関に報告してまいりましたが、何ら対応がされないまま今日に至っていることを遺憾に思っています。他方漁業従事者の高齢化が進む中でアサリ漁は欠かせない収入源だと考えます。また後継者の育成が課題となっている今、若者が漁業に魅力を感じる施策を講じるのは行政の責任であると考えます。市政に一言言いたいこと、京都の海の名にふさわしい舞鶴湾を忘れていませんか、というようなことです。以上。